トークテーマ欲しいよ。なんかね、どうやったら YouTube バズるか。ああバズる。いろいろ企画か、企画会議。企画会議。企画会議いいですね。今からじゃあ。まあその採用されるかどうかは置いておいて。置いといて一旦いろいろ考えてみる。そうですね。じゃあ最近見てる YouTuber の話からいきましょう、うん、そっからヒントを得れるかもしれない、うん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 、じゃあおばちゃんからじゃあまず。え、僕ですか、うん、最近見てる YouTuber、いや結構見てるんですけど、うん、なんだろうな。あ、でもあのまるちゃんさん絶対見てると思う。ニューヨークちゃんと見出しました。おお、ニューヨークの本ちゃんの方。本ちゃんってか。あ、そうですそうですそうです。僕はですよ、それで言ったらあの高円寺チャンネル。なるほど、高円寺チャンネルね。たまに面白い。空気階段も好きなんで。あー、うんうん、なんかそういうのは芸人の YouTuber とかは、うん、結構見たりします。あのフットボールアワーと、うん、シャラジュニアと小籔のサプリメンバーのやつ、うん、あー、そうです。その YouTube も、うん、まあ、結構見てますね。あとはカジサック一番おばちゃんって言えば一番笑顔や。おばちゃんって言えば、おばちゃんが室町に持ち込んでる曲全部カジサックのパクリや。いや違う民族楽器買いに行くとか。違う違う、そんなことやってないわ、あの人ら。そんなこと、そんなこと伝えます。いや違う。いや、あれは僕らしかできないです。あー、ね、そうだね、カジサックにできないことをやってのけたっていう。うんうんうん。やっぱ思いつくのはやっぱその見てる YouTuber の発想があるから、うん、そうだね。ただでもその YouTuber になってはいかん、 YouTuber になってはいかんじゃなくて、まあバンドだから。そうだね。だけど結構その企画とかは日頃考えるようにはしてますよ。あ、もう YouTuber のと言ったらあれだけど常に。いやでもやっぱ難しいっすよ、まあ、企画考えるの。うん、最近思いついたのとかはない。まあちょっと温めとこうかなと思ったんですけど、うん、グローリーの時言いました。あの、え、なんか控室で楽屋室町の時使わなかったけど、メンバー愛確かめ選手権会。おお、会会。僕と おばちゃんはやったやん。はい、あれそうだよね。まあ出演者は望月さんとミキさん。え？バトルじゃん。何のバトル？しそうとしそうの。そうそうそう、つかげる。まあ何かというと、うん、ミキさん、シャンシャンさん間の愛じゃないです、うん、え？メンバー全員に線は伸びてて、うん、その2人にクイズを出すんですよ、はいはいはい、それが例えば伊藤ワルの8ビートはどれだみたいな。あーあーはいはい、言ってたね。なるほどね。で他のドラマーとかにも同じフレーズを叩いてもらって、うんうん、音だけ聞くんですよ、うんうん、音だけ聞いて長年一緒にやってるならメンバーのビートわかるよね、うんうん、まあ確かにね。はいはいはい、室町としての経歴で言ったらミキさんの次に僕が長い、そうそうそう、長いし、うんうんうん、だし、し、おばちゃんともね二人とも同じ時間だけ一緒にやってるから。そうです。でなんかそのやっぱり楽器人、うん、ベースギターがいて、うんうん、ドラムって一番やりやすいし、うんうん、その他のバンドでもやっぱいるじゃないですか、うん、一回タンバリンって思ったけどタンバリニストあんまりそのいないから。え、いるでしょ、ちょっと探した。いやいやいや、そのなんていうかタンバリン叩ける人は多分めちゃくちゃいるけど、うん、そのタンバリン専門でやってる人いないから、うん、なんかその中でもなんかタンバリン叩いてくださいでお願いするのはちょっとなんかあれかな。わざわざやらせる。いやいや、そういうことじゃなくて武器じゃないみたいな。まあでもなんかそういうメンバーだから2人それをお願いするんだったらミキさんと望月さんかなと思ったって感じですね。でベースだったらまるちゃんさんの、うん、ベースはどれだ、うん、でギターはあの2人、小山さんとまこっちのギターソロはどれだ、うん、ギターソロとかだったら分かりやすいと思いますけど。確かに、うんうんうん、いやでもさ、その音楽的知識で言ったらさ絶対ミキさんの方が上じゃん。でも知識じゃないですよ。第六感というか、そうそう、野生の、あ、野生の感、野生の感、望月のそう、嗅覚、嗅覚確かに、ね、愛を確かめるんだもんね。そうそうそうそ う, そ う, そ う, そう。で、嫌なところは、うん、嫌なところっていうか、あの僕以外の人は、うん、もうみんな知り合いのやっぱドラマとかに頼んで、うん、ちゃんと僕はこれじゃなくて、うん、その
5人いたら5人の名前全部教えるんで、うん、どの人がどのやつかっていうのを全部並べてもらえて。ええ違う違う、メンバー相手一人じゃないやん。いや、プラスアルファで、うん、まあ、僕の当ててほしいけど、他の人もどうだろうっていうのは考えてますけどね。はい、まあ、でも、そうだね、やっぱさ、京都っていうさ、コミュニティ、関西っていうコミュニティの中でさ、はい、やっぱバンド活動していく上で、やっぱ他のバンドとの関係も大事だから、ここでね、他のバンドに対する愛も多少はないと。確かに、みんな同士ですからね。それで言ったら僕の方がちょっと有利なのかな。誰と比べて？ミキさんと。え、ちょっと、ミキさんに愛がないとかじゃなくて、あ、やっぱ、その僕いろいろライブ行ったりとかで、あ、確かに、人脈広いですもんね。多少、だから、ミキさん受けてくれないんじゃない、この勝負。いや、でもミキさん、いいやんって言ってくれましたよ。え、めっちゃ勝つ気満々やん。それあるでしょ、今だってレコーディングしてるんですよ。そうそう、ミキさんがレコーディングしてる間に僕たちはさっきなんておばちゃんね、俺の一枚で仮面つけてはしゃいでたもんね。そう、だからやってほしいなっていうのを思いますね、うん、そういう意味では。なるほど。僕がやっぱりそのいろんな YouTuber とか見てて、うん、ユンヨークとかもそうですけど、結構いろんな芸人呼んだりとかして聞くってじゃないですか、うんうん、だからそういう感じの動画とかも作ったらいいんじゃないかなと、うん、ゲストを呼ぶみたいな、うん、いいよね、たまにはゲストとか呼んでね、ゲストを呼びまくった方がやっぱ認知もされやすいかな、広がりが。この間あのまるちゃんさんとまこっちゃんのラジオゲスト来ましたっつって、まあまあ、熊山さん、いや身内かよみたいな。ゲストが、いや本当ですよ。まあでもね、まあそれも熊山さん登場してもらってあれ面白かったですけど、うんうん、外部のね、僕やっぱあのオファーしますってしたい人はたくさんいるんですけど、うん、やっぱりその YouTube の企画とかその日付とか最近こう日程取るのも難しかったりとかして、うんうん、まだオファー出せてないんですけど、うんうん、呼びたい人たちはたくさんいますよ。じゃあもう、まあ、それこそね、これラジオで言ってるのが分かるんですけど、ロマン革命とか、うん、道端でバッテリーあった時に、うん、その YouTube 見てますよって言ってくれて、今度出てるよって言ったら、えマジで出たいんです、呼んでくださいっていうのがあったんですよ。え、それ僕のラジオに？いや、一番出たくないですよ。えだってメンバーですら一緒にやるのちょっと厳しいということで一人にさせられたんですよ、うん、裏事情知らないかもしれないですけど。でも今こうやって3人でラジオではないけどさ、まあ確かにちゃんと話せるよっていうのはここで声を大にして言いたいっすよ。僕別にもずきさんと2人でラジオするのもまあまあ全然できる。結構2人で会ったりとかもする回数多いし、まあ、ラグワンも行ったりしたしね、うん、無言で朝までボーリング投げ続けて二十数ゲームをとかはあったんですけど、うん、やっぱそのね、他のメンバーはやっぱり望月さんと2人でラジオやるのは敬遠してたんで、え、いや、やりたくないっしょ。え違う違う違う、それじゃあもっと良さは出ない。あ、そうそうそう、そういうこと。一人だからこそで、ちょっとおばちゃん全然言っても違うじゃん、モレちゃんさんと。あ、出た出た出た。あ、そう、今の出したかったですよ。え、でも望月さん、え、今ちょっと、え、やっちゃったねって言えるメンバー僕しか多分いないから。あ、なるほどね。そう、メンバー内で、はい、だからそこで僕以外のメンバーとラジオしちゃうと、その、萎縮しちゃうっていう問題が生じるんですね、望月さんが。かもしれないね。じゃあ、まあまずその、何メンバー愛確かめ選手権会、はい、メンバー愛確かめ会かと、あとおばちゃんと僕のラジオの2個。ちょっと待って。おかしいじゃん。いやいやいや、いいですけど、うん、でもやっぱその、一応これは特別会っていう枠にしてほしくて、うん、で、まるちゃんさんともうまこっちゃんのラジオっていうのはなんかこう肩がもうできてるじゃないですか、うん、で僕とみきさんのラジオっていうの肩ができてて、うん、もちろんもう肩しかないものは、まあ、そっち肩やから肩があるかも分からんし。いや、あるあるある。あれ、あ、色強すぎ、だってあれだっけ、サムネの色めちゃくちゃあの、分からないです大気な色ですよ。そのなに、なんか蜂のさ、あの危険色みたいな、その黄色と黒みたいな。確かに。パッと見に危険って分かるようにあの色になってるみたいな。まあまあ、そういう感じの、うん、まあでも枠がちゃんとあるから、うん、僕と望月さんがラジオするぐらいだったら2人でなんか動画どっか行ったりとかした方が面白いかなと思って。あ、確かにな。なんかドライブとかしちゃう。あ、それはいい期待ですね。なんか淡路とか行っちゃう2人で。そこまで
だってしかもその淡路に行くまでの間2人で2人きりだからもうめっちゃモアちゃん喋りまくりよ僕と。そうですね、やばい。いやいいですよ別に喋る。でも多分会話の内容あんまないですからね2人の会話。いやいや本当にないですよね。うん、だってボーリングの時もね別に話はしなかったしね。最近流行ってる口癖なんですか僕の中で。まあ、マンティスは分かるけど。マンティス分かんの？いやマンティスめっちゃ言ってますよね。マンティス今言ってるけど、うん、口癖か。なんだろう。でも寒くなってきたからサムスとか。いやいや、なんで今考えたんですか。これはもう本当中学高校の時からずっと使ってて。そう。あのスマブラっていうかスマブラのサムス、うん、メトロイドのサムス、うん、のスマブラの。僕はうんこボムって呼んでるんだけど。あーありますね。パルンって言った。あーうまい。もう一回やってください。パルンでこれで寒い時にうわ寒寒っすパルンっていうのはもうあそうずっと僕は言ってた。いやでもマルちゃんさんとそんなまだ冬越えたことないんで。確かにな。一回まだ一回ぐらいなんで。これからじゃあこれからっていうのいっぱい風物詩として僕も記憶ないですけどね。えマジ。あでもやっぱあるんです。望月語っていうのはやっぱあると思うんですよ、ね、望月語講座じゃん。あそれいいじゃん。望月語講座なんか僕が望月語の問題を出してじゃあこれってどういう意味なる。あ当てる、うん、みんな当てるみたいな。あそれもいいかもしれない。それもね僕出題者で他回答者ただ結構わかるストレートなの多いですよね。サムスとかわかる絶対わかりますもん。サムスとかまあまあまああとマンティスはもう知識の問題なんで、あとかアゲとか、アゲバレーボーイズの中で流行ったと言われる、言われるアゲ、知ってます？わかんない。なんか僕がテンション上げ、うん、上がる時に、うん、アゲ言うだけの言うだけのやつ、それがバレーボーイズのあれ、なんかね一瞬流行って一瞬でなくなるっていう。だからあの僕はクイズ形式じゃなくてあれやってほしいですね。なんか昔人の怒らせ方みたいな、あああったね YouTube で YouTube ちょっと流行ったやつ、うん、あれみたいな感じで望月語講座みたいな、あでもシチュエーションで、そうそう実際にその場シチュエーションで使うのを実演するっていう、うんうんうん、僕がそれ5個あったらできます、できます。5個あったらできます。5個あったらできる。じゃあサムスとアゲとマンティスとあと2つあと2つ何あるかな。もう続き後ちょっとあんコンプラ的に言えないやつも何個かありますね。確かにちょっと、まあ、それはまた考えとくってことでまあそういうのもありです ね、うんねまあ、結構出てきますね、うん、企画。あとなんだろう、マルちゃんさんは最近見てる YouTuber とか。うーん、俺もニューヨークかな、やっぱり、うん、あとなんだろう、クロビっていう関西の芸人のやつなんやけど、ちょっとニューヨークっぽいくってけど、ニューヨークよりゲスさがある。昨日、あれより昨日ちょうど上がったんが、はい、すごいやばくて、はい、芸人の、はい、あの、かきたれ、はい、を募ってて、してたいや、最悪だよ。ちょっと待って、見せてくださいそれそう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 、えこれ、芸人の書き取り削除動画って感じで、結構、まあその応募してきて、私結構、このあの、行ってますみたいな。オーケーあー、ここで使うのね。嫌だな、嫌な使い方よ。そうね、まあまあゲス目ではあるかなでも今この質問聞いてんのってその室町の企画に参考になるようなやつじゃないですか。だから参考になりそうなのはあれかな、ねえ近づき方講座。え、なんとか何に近づくんですか。例えば異性の、そうそう、どうやったらさらば青春の光の東袋に近づけるか特定してるじゃないですか人を。これをじゃあ本人に聞いてんの。あ、本人に聞いてんの。ああどうやったら東ブクロさんこうお知り合いになれるというかこう直接会えますかって言ったらじゃあ DM やなやばいなそれ見て送ってくる人絶対ダメじゃないですか。やばいね室町
でもやるかじゃあそれ。いや全然誰も来ないし。いやなんか、うん、でもなんかそのなんか近づき方っていうかなんか改めてなんか自己紹介じゃないけど。ああそうね。本人にねフォーカス個人にフォーカス当てる。うん。質問会みたいなのもいいかもね、うん、僕この間ラジオで質問に答えるみたいなコーナーやってた。あーやってたね。まああれじゃもちろんあれで伝わんないでしょ。何一つ入ってこなかった情報がね。ちょくちょくでも素で真面目な時あるから、それが良かった。ポケモン前髪に行ってお母さんが、ね、あれはちょっとあれはすごいいいエピソード、グッときたね。ミュウツーね。おじいちゃんおばあちゃんに会いたいとかね。おじいちゃん飲みたい。たまに人の心を取り戻す。たまにね。あ、まあそれはいいかもしれない。でやっぱりずっと言ってるけど、やっぱ室町年表をちょっとやってほしいよね。ああ、それは確かにね、ミキさん筆頭に。そうそう、どういう形でやるのがいいですかね。それこそホワイトボードに大きな出来事だけまとめて、それについて今までのなんかこう思い出みたいな語るみたいな。うん、もういいし、どういうバンドと仲良くなったとか。うん、そういう誰が誰を殴ったかそれ誰そうな。そんなことないですよ。そんなことないね。そんな事実ない。やばいバンドみたいな。室町年表は確かにいい。いやいやいや、やっぱ振り返り大切だからね。あとは僕、なんかちょっと出てきたんだけど飛んじゃった。え、企画。ああ思い出しました。ニューヨークの、うん、動画で学生芸人。ああ、あったじゃないですか、ね、学生芸人。そう、あのラランドとか。あったあった、ひょっこりはんとか出てるやつ。ひょっこりはんとか出てるやつ、あれ結構面白かったんで、あのもしかしていや、社会人バンドマン。ああ、なるほど。社会人バンドマンの人たちを集めて、社会人で音楽をやる苦悩をみんなで語り合うっていう。おお、結構面白くないですか。室町は約6分の5が社会人。あ、そう、そうだね。いやでもまあ望月さんも社会人としても、まあ片足突っ込んでるからね、わかんないけど片足突っ込んでるって、まあ、そこはもういいんですよ。そんな緩い。あ、じゃあ逆に MC みたいな感じ。 MC なんかゲストをそれこそ呼びたいよね。あ、あ、そう、そうです。室町だけじゃなくて違う、その社会人しながらバンドをやってる人たちを、それこそ江川さんとか。ああね、京都だったら。あと誰働きながらバンドやってない人といいんだっていうか、なんていうかバンドだけで専業バンドマン。あんま確かに身の回りに。まあでももう大学卒業してもうバンドずっとやってる人は社会人バンドマンになるのか。なるんじゃない。もう誰でもいいです、ね。うん、いやめっちゃ実家太いみたいな。それあなたじゃないですか。そうです。実家太い、うん、まあそれもあるかもしれない。まあその辺も掘り下げるみたいな。うんうん、つながり縛りでなんか、うん、やるみたいなのもいいかもね。室町年表はちょっと話戻りますけど、うん、それはもしかしたら年末とか超いいかもしれないですね。あ、そうですね。年末年始とか。なるほどね。確かにね。まあ、今年もやっぱり忘年会が、室町忘年会があるんで、うん、何かそのスペシャルな動画を、スペシャルというか正月年末動画はやっぱ、うん、ったらいいんじゃないですかね。あ、 YouTube 上げるのに、うん、そうそうそう、ね、お正月もね、今年もなんかやるでしょ。お正月ラップ2020のラップ、ね、あれなんか勢いで やりましたけど結構その1年間こういろいろな活動していく中でこう振り返れるから、うん、で何回もあの正月ラップの話出てくるじゃないですかやっぱり、うん、だから今回もそれをまた2021で更新するのはありかもしれないですね。同じことやって、望月さんも参加してもらって、ね、僕もちょっと参加してたけどね。いや、なんかあー、今日はおめでとうございます。情報何もないからでも、まあ、確かにラップね。ラップいいね。ラップしたくないですけどね。え、なんで。でも、おーちゃんもなんか結構いい感じにしてなかった。いや、それはだもうラップのミルクセーキ。あ、そう、あ、そう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 。で、今日行こうとしてたところが、そのミルクセーキ飲んでた喫茶店だったんですよ。あー、なんだよそれ。なんか急に繋がるやん。で、そこでミルクセーキ飲みながら、うん、パラモアの、その失恋した話をしようかなみたいな。もうミルクセーキしょっぱくなっちゃうじゃん。なんだね。何そのお話。でもそういうのをちょっと考えたんですけど、うん、今年1年振り返ったら、また新たな、ね、あれが出てくるんじゃないですか。今年ね、今
年振り返るのもう2ヶ月後ですよ。すごいな、もう一瞬っすね。一瞬だ。今年はどこにな、あれのせいでな、コロナ、え、コロナのせいで、 No, 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 COVID 19? Yes しょうもない高校生がいる。あ、やばい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 、びっくりした、すごい音しよ。なあ、いや企画結構出てますけど、もうちょっと出したいですね、うん、このままで、ね、ミキさんとかまこっちゃんとかみんなにこう提示していきたいです。うん、もっちは今何 YouTube、 でも何ですかね、ずっと見てんのはニート東京は、あーあーニート東京っぽいインタビュー、まあまあまあ、まあ、あメンバーのね、だし、うん、1分とかで区切って、そうそうそう、あれめちゃくちゃ硬さえ、あのフォーマットは確かにな、かなり、うん、あと何かな、将棋の YouTube ばっか見てるからな。ああ。まあ将棋指すでもいいんちゃいます。室町杯。室町杯。なんとか音楽と絡めてもらって。じゃあオリジナル将棋作るみたいな。ああ、まあそれこそあれやな。あれ。サカナクションがやってた。ああ。ああ。あれ将棋要素ないけど。あれ将棋要素ない。確かに。コマの名前変えるぐらいしかないですよね、今のところ、うん、全然その立ち位置分かんないから喋れないですけど、うん、王将が誰とかそういうのが決まってくるわけですよね。あ、まあそうだね多分、まあ、ミキさんになるのかな。あ、そう、バンド内でやるんですか。あ、そう、なんかその世界的アーティストの、あ、そういうこと、うん、なんかマイケル・ジャクソンが、うん、なんかどっかに入ったりとかするのかなとか思って、うん、あ、それを決めるっていうのも、あ、だから、もし王が これだったら金と銀を出す。ああ、そうそうそう、なんかそれだったらオーダーを決めるみたいなのもいいですよね。なんか野球のなんかその俺的ベスト9、その音楽的ベスト9みたいな。あ、それはちょっとありえそう。ね、うん、めっちゃで、王ちゃんは4番がマイケル・ジャクソンってこと。いや、違う違う違う、4番はバロバロ渋いだぜ。パラモアですね。あ、でもなんかそういうのもいいかもしれないですね。打線組むとかね。まあそれは、うん、ね、俺の一枚拡大版じゃないけど。うん。一応メモんないと忘れそうだからメモっとこう。うん、さ、ニューヨークでもやったけどさ、天活予想ランキング。おお。天活予想なミュージシャンランキング。もうあれですか。うちはボクサー。そう、そうなるの、ね、ああ、いいですよ、やります。何が、いや、実現したらやりたいですか、そのベスト9とか。ベスト9、でも面白そうじゃない。うん、あり、めっちゃそれをみんなが聞くみたいな。ああ、6人いるからもうリーグ1個作れるじゃん。どうやって戦わせるんですか。パワープロで一人で作って、いやぁ、またゲーム一人めちゃめちゃ時間かかるんだよ。サクセスやんないと。サクセスやった後リーグ京都の一インディーバンドがやる企画じゃないです。確かに、でもいいです、めっちゃ金かからんっていうのが一番やる、うん、金かけずにやろうって。いやいや、ちょっとじゃあなんか童心に帰って紙飛行機誰が一番飛ぶかみたいな。いや、ほんとにもう何のあれもなくなりますよ。踊るディスコブルマッチじゃなくて、まあ、音楽要素を絡めないとね。そうそうそう、やっぱ今のところ全部絡んでますんで、そう、いいねってなった企画は、まあ、紙飛行機にもちゃんとその音楽的要素が入ってればいいですよ。ジューク、ジューク落ちるまでジュークの歌い切れるかみたいな。まあまあ無理やろな。めちゃめちゃくちゃな。ただ望月さんがいることによってそういうの企画もまあできるっていうのはありますけどね。あ、僕いることによって、うん、いや、できなくもないって。だからここで望月さんがいなかったりとかした、やっぱりもうそもそも存在しなかったとしたら、うん、こういう企画を打つみたいな話には絶対、あ、ちょっとネタとしてこう出ても、うん、本当にやろうみたいな形にはならないです、絶対。いや、
それは可能にできる男です。え、あのジューク紙飛行機大会いや絶対 NG 出るけどその路線で方向性としてはまあそういうのありえるってことです。望月さんがやるね。そうそうそう、おもろかい紙飛行機、あ、いいじゃないですか本当に。いや、発想っていうか、その、ね、その放送方向性、うん、え、なんだろうな。あとはゲスト呼ぶ以外でメンバーの中でやるとしてもな、なんかこう、まあ単純に楽器弾いてる動画、ああまあね、ちゃんとしてるやつ。あ、そうです、そうです。僕一回それ撮ろうと思っていろいろやったんですけど、うん、あ、撮ってたよね、叩いてみたなんか。あ、まあ失敗しましたねあ、そうな、あの、何の面白いもない、かっこよくもない動画になっちゃって頑張って編集しようとしたけど、うん、無理だったんで、やっぱりその例えば今日はこのビートを練習しますとか、こういうビートをまあ叩けるんだったらレクチャーしますとか、うんうんうん、そういうなんかテーマみたいなのがないと、うんうんうん、正直ただ叩いてるだけじゃ何にも面白くないです。で、やっぱ室町の曲をやだ満を持してのやだ。でもその例えばこれ思うんですけど、うん、室町のバンドスコアを出そうってなった時に、うん、めっちゃ困るんですよねどんな心配してんねん。いやいやいやだってみんなそうだって、そんな、まあ、そのリップとか決まってるわけじゃないですか結構、うん、でドラムとかもまあ大体決まってるけど、うん、その 100% ちゃんと全部一緒に叩いてるわけじゃないんで、うんうんうん、でそこでじゃあこの音符どうしますかみたいになってたりとかしたら困るし、多分ギターもギターこそ一番困るじゃん。す、いやそれはやっぱレコーディングしたバージョンがその基礎じゃ音源になってる。あ、じゃあもうその勢いで弾いたやつを譜面に起こすってことになるんですか。そうそうそう。ああ、そうかそうかそうか。そう、うん、僕もちゃんとタンバリンでスコア乗っけてドラムの下にあのめちゃくちゃ細く幅細いやつでもう一つでいいですからね、その確かに音符の種類でもバンドのスコアってそのやっぱコピーするの目的やん、うん、見るやつやから、やっぱその僕やっぱ動きライブとかだって動きとか大事だから、やっぱそのここはこういう風に動くんであの最初の方に書いてるやつね、そうそう、その関東のパッて開いたら、そうそう、 A メロはどういう風に弾いてみたいな、そうそうのとこにここはドラムを凝視してってスコアにドラムを凝視してミキさんにマイクを奪われましょう、ボーカルにマイクを奪われましょうエフェクターのコードは抜かない。あ、ちょっとちょっと足元は注意してます。過去にね、ここの下手、うんうん、もし不安なら事前の養生を知ってそうね確かにトラブル回避、うん、そう、そういうのは大事ですけどそのだからバンドスコアなんか確かに出たら望月さん入れてほしい、うん、てかまあコピーしてほしいっていう気持ちはある。ああ確かにね、たまにいますけどね、 YouTube 見て、うん、大学の、ね、軽音とか、うん、これが電波に乗った場合はまあ聞いてる皆さん調べてみたらどうでしょうって感じですけど、うん、踊るディスコ室町コピーって調べたらバンドで大学生がコピーしてるやつだったり、ベースだけで弾いてみたみたいな、タブフ作ってあげてる人いたり、うん、すげーな、すごいですよね。そう、僕ちゃんとコピーしてくれてんのかな。望月パーってもいましたよね、ちゃんといましたよ。そうなんか、ただなんか面白かったらいいみたいになってない、その人。いや違います、むしろあの踊るようにとかサビのイエイエイエイのとこ、うん、僕らみんなユニゾンでやってるのにそのコピー版の望月パートめっちゃ高い声でハモってましたからいやその超えてくるやんいやめちゃくちゃ女性が女性が女性なんだ、そうそう、望月さんのパートをパートでててめちゃくちゃ綺麗にハモっててみたいなのがありました変なあるっちゃうかね、消えてんのかな。で結構いますよね、うん、なんかコピーね、今まで3人ぐらいいたんじゃないですか、3組ぐらい、うん、もっといるか、上げてないだけで。でもそういう人たちに向けて、まあ、バンドスコアを作ろうみたいな
や、バンドスコア作ったらみんなコピーしそうですけどね。でも今なんかさ、ネットプリントとかで誰でも落とせるから、確かに一曲みんなで作ってみようみたいな。誰が作るかですよね。譜面起こしてないですよ、僕全部。譜面読める人おる？メンバーまこっちゃんとか読める人そうじゃないですか。あ、そうやな、確かに読めそうではあるな。いや、まあこれもうその左右されないつもりで全部言ってますけど、うん、望月さんが一日バンド体験みたいな、どっかのバンドに一日入れてもらうってやばすぎだろそれやばすぎだろあんまり一つ持ってそう、密着英語にします。今日のライブ一緒に出させてください出させてください、お願いしますやばすぎだろそれなんかドラゴンアッシュとかだったら入れてくんないかいや確かに客乗せますもんねステージ上にあそういうバンドを探したいるかななんかレンタルタンバリいただく人、レンタルタンバリいただく人あ確かにそれいいかもしれないそのバンドだけじゃなくてもタンバリンでなんかこう役に立つのどこでも行きますから、結婚式の余興とかあめちゃめちゃハードル結婚式の余興キュとかトイレであんまり持って何かってもうピン芸人でね心に消えない傷をでも多分あの大結構お金結構お金がうんそうだお金出してくれるかも分からんけどまあでも功績を残していけばそうだね、まずまあ身内かまずこうする、うん、じゃあ僕が結婚式するときは余興余興でタンバリンの人でもすごくないですか、それなんかその例えばあのボーカルの人とかだって弾き語りで、うん、なんかこう余興してくれて頼まれることとかあるじゃないですか。一人で呼ばれる場合はボーカルだけなんですよ。ギターの人、ベース、ドラムとかは一人だとしたら、なんかそのドラム叩いてください余興で一人でお願いしますってないけど、うん、タンバリンはワンチャンある。ワンチャンあるな、確かにな。でもそれミュージシャンとしてじゃなくない？いやもういやいやいや今の時代もちょっと関係今の時代もその肩上げとかじゃないそれはまあそうっす、うん、いやもう鬼人やん。でもタンバリンだけ呼ぶって呼ぶ方も鬼人やし、呼ばれていくやつも鬼人だし、なんかどうしよう結婚式の今日とかでなんかラーメン屋とかからオファー来て、なんかその役割をなんか無理やりこう与えられて、うん、なんでしょう、飲食店とかだったら、うん、例えば呼び鈴、うん、テーブル、ワンテーブルの呼び鈴一人望月さんになるみたいな待って鬼人やん鬼人やん何発想が発想鬼人やんどういうこと怖い変な映画見た？うん、いや、なんかそういう入り込める隙間はどこかなって考えたらそういうのも出てくるってことですね。いや、僕の隙間そんなんなんめっちゃ狭い隙間に無理やりねじ込んでくるやんいや、ごめんなさい。いや、だって思いつかねえの、そう。でも結婚式の今日はいいかもしれない、まあ、ゆくゆくね。とか、違う YouTube やってる知り合いのチャンネルに望月さんが行く。ああ、それはすごい現実的なんじゃない。誰かいますか。ああ、誰かんち、誰かんちとかね、呼んでもらえますかねなんでおばあちゃんが言い始めたらおばあちゃんそんな自信なさげないや、なんか進歩の後レコーディング終わった後誰かんち行ったじゃないですか、うん、僕行ってないけど、うん、その時なんかそういう話になったんかなってちょっと思ってたんですけど、してないね。まあ、何もしてないんですか。しなかったね。呼んでほしいね。でもね、確かに。でもそれこそあれじゃない、僕が一人でさ、ラジオをさやらされた理由がそのまま他の人とのコラボにも当てはまってさわけわからんことになるんちゃう。あの、いないさんじゃない、乃木編、乃木編さんみたいな感じで急に指令出されてゲストで行ったの一人でなんかさせられるああ、でもそういうのはあってもいいかもね。あ、いいんですか。いやいや、全然なんか、そういうのやりたいじゃん。やりたい。いや、だって室町はさ、はい、なんか音楽絡みの企画じゃん、言ったら。あ、確かに確かに。だけど、本当に純粋な YouTube っていうかさ、エンタメだけを追求して
やる企画みたいなのをさ。っていうけど昨日わかった、あれあれやクイズ、それ世界に音楽要素なかったけどね。確かにギリ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 、まあ、なんかまあちょっとなんか音楽に絡めた質問出してきたけど、まあ、室町に絡めた質問したつもりですけどね、うん、じゃあそれがいいんならもうじゃあ何でもありやん、ありやん、ありやん、もう回答やばいやしかいなかったけどな。まあ確かに、うん、そう、ちょっとテレビを見すぎてる人の回答が、そう、おばちゃんね、新体操、いやあれはもう本当に事故だってね、目の前が真っ暗になったもんね。自分でね、もう言い訳の時間長すぎたっすカットするしかなかった、あれは。あんなに長かったんだ。めちゃくちゃ長かった。だから、あれのあの温度が、まあでもギリな気がしますね。でもこれ、あの温度がギリ、いや、わかんないけど、あれどうなんか、もう気になるんですよ、逆に。その、一回出してみて、うん、ちょっとちゃうなってなったら、まあ路線変更していけばいいし、うん、みんなどう思いました、逆にあの動画。いや普通も楽しかったけど、やってる分には、うん、そうね、見てる側がどうとかってことですよね、うん、まあ 100% 客観的には見られへんからな、うん、しかも以上だってあれやろ、まだロロノアゾロからコメント来てないでしょ。あ、ロロノアゾロさんから来てない、うん、うちのコメンテーターだから、ロロノアゾロさん。確かにコメンテーター、コメント欲しいですね、やっぱね、やっぱちょっとコメントしづらいん、うん、まだそのちゃんと見られちゃうっていうのがあるんでしょうね、うん、コメント1000件とか入ってたら、まあ、その中に紛れるっていう気持ちがあるからコメント書きやすかったりするけど、みんな YouTube のアカウント持ってるんかなって。確かにアカウントなしで見てる人いるんちゃう。いや、アカウントなしで見てる人いますかね、今の時代いるか、うん、まあ、とか携帯じゃなくてテレビで見てる人とかもいるかもしれないですね。ターゲットっていうか、見てくれてる人の層がよくわかんない。いろんな人見てくれてるし、でも新規の層っていうか、ちゃんと見たことない人見てほしいから、うんうん、いろんな人とコラボしていくしかないかもしれない。コラボ相手を探そう。じゃあ誰とコラボしたいかを最後話し合ってちょっと終わりますか。終わりますか。誰とコラボしたいですか。ガチなやつ。うん、ガチガチ。え、そのやめてください、あのその大物会ったことない人とかを言うな。めっちゃ念押すやん。いやでもまあそれでその人でも言いました、夢を持つというのは、ああ誰がいいかな。でもやっぱ誰かんちさんとか、いいじゃないですか、同じ京都 YouTuber 同士。それはでも実現できそう。ぜひお願いしたいね、まるちゃんさん。なんかまあ京都界隈のバンドマンとかじゃなくてもいいですよね。将来誰かとコラボしたい人とかいますか。そうやな、石橋貴明ちゃん。貴ちゃん、じゃあまあ貴チャンネル、貴チャンネルね、チャンネル24分間テレビバズりましたもんね。でも結構リアルにニューヨークぐらいやったらちょっと頑張ればいけんことないと思う。それね、ちょっと僕も思ったんですよ。今さ、ニューラジオって毎週やってるんやけど、ね、ああ、ニューラジオ、そう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 。で、そのなんか CM みたいなが、CM っていうか、まあ、休憩時間になんか流す VTR 流すんやけど、はい、結構全国のいろんな、ほんま全然名前のないバンドのミュージックビデオとか流してんねやんか。そう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 、それとか普通に全然ちょっと送ったら流していいよ。そう、じゃあちょっと話して、それが僕かい、送ろう、僕が送んの、誰かやってよ。ミキ的に OK が出るかどうか分かんない。そうそう、 OK ができたらちょっと誰か送ってくださいよ。だからもうそこもう僕もうキャパオーバー。動画もやった。でもそういうのはありかもしれないですね、うん、僕ラランドとか。あー、ラランド好きなの。いや、好きじゃないですけど、あ、好きじゃないっていうか、まあ、普通結構、でもなんかその、フリーでやってるという意味では、あー、なるほど、その、動きやすいのかなとか思ったり、うんうんうん、あと、そのラランドの、あれだ、単独公演かなんかのオープニングムービーをイラミナさんが作ってた。あー、ねー。だからなんかもう、そこを、ね、芸人と、あとラン、うん、ランナーさんとか。あ、なんかランナー
ら最近 YouTube 始めてた。え、見た見た。連絡した方がいいよ。確かに一回出てますからね、ラジオ、必須 FM。 だから連絡してる。僕たちも YouTube やってるんで、何らかの形で関わらせていただけたらみたいな。確かに確かに、あ、それいいや、すごいおいちゃん。ランランは僕やりますじゃん。おお願いします。そう、あ、ランランさんは、いや、可能、うん、ちゃんとそういう話になるんだったらやります。でもやっぱ待っててもね、あれだから、こっちから行かないとね、いろんな、いろんなのに対して。そこらへん企画いっぱい出てよかったね。うん、よかったですね。これがラジオにできるか。長く喋りすぎましたね。何分もあってます。1時間あるんじゃん。1時間ぐらい、まあ使えるとこ切り取って。でも前の僕とミキさんのラジオこんな喋ってたのかって。結構喋ってたよ、うん、最初挨拶のやり直してたしね。まあそれちょっとでしょ。30分ぐらい、うん、これ1時間喋ってたんだ。使えないとこありますよね、ちょっとだけ。絶対ね、おばちゃんがチンポばっか言ってたと。言ってないでしょ。そうそう。ちょっとそれも止めてもらっていいですか。